まあ、今回共通テスト頑張って受けてこられたんで、こんにちは。受験生版タイガーファンディング主催の松原です。今日はですね、まず志願者として出ていただいた藤川さんに萌田、そして私松原からまず謝罪をさせていただきたくこの動画を撮っております。そして今回の動画に関連して不快な思いを感じられた方にもお詫びしたいと思いこの動画を撮っております。この度は受験の大事な時期に、余計な心配を与えてしまって本当に申し訳ございませんでした。本当にね、まあ、動画でね、やっぱ心もとないコメントがあったと思うんですけど、まあ、そういうのをね、助長するような形になってしまったのは、やっぱり申し訳なかったと思いますんで、まあ、松原さんが言ったように、大変な時期だと思うので、申し訳なかったです。まあ、僕もちょっとね、その内容チェックまではちょっと及ばなかったので、まあ、今、動画はね、非公開にしていただいたんですね。だけど、まあ、それによって、藤川さんのストレスが増えたのは申し訳なかったです。萌田先生のサブチャンで上がった動画を見てですね、不快になられた方、私からも深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。試験を終えて周りから結構言われてきたんですけど、自分は心が弱いのでもう結構引きずっちゃうタイプなので、いろいろあったんですけど、寝る時間を割いて睡眠時間1時間とか2時間とかの時は結構あったんですけど、まあ徹夜の時もあったんですけど、結構頑張ってやっているのに、塾の中とかネットの中でもそうなんですけど、結構誹謗中傷が来たのは結構ショックでした。そうですね。なので、実生活でも起こってしまっているので、まあ、それを本当にやめてあげてほしいと。受験会場とかですね、特にこれからあると思うので。ね、本当によく勉強して頑張ってましたし、SNS もシャットアウトして、もう勉強集中してやろうとするけども、今通われている塾の生徒さんからちょっとこうね、からかわれたりとか、悲しい思いされてきた中で、まあ、なんとかね、僕もサポートしていきたいと思ってやってきたんですけど、まあ、今回共通テストを頑張って受けてこられたんで、本当に良かったなと。思います。結果に関しても結構誹謗中傷が来ているので、あ、それはどうせ点数が低いだろうとか、今回、まあ、その謝罪の動画の中ではあるんですが、点数を公表したいと思います。でそれでもそういったコメントはしていただかないようにお願いしたいなと思ってます。そうですね、はい、本当にやめてほしいです。はい、今回藤川さんは僕らを許していただけますでしょうか。あ、はい、でもその前に森哲先生にお願いがあるんですけど、はい、国公立、あ、まあ、明治の対策をこれからしていくんですけど、はい、英語の添削を、あ、英作文の、あ、英作文とか、まあ、はい、論述とか、はいはい、和訳とか、はい、添削をお願いしたいんですけど、やらせていただきます。僕も、まあ、国語の、現代文と古文ですよね、添削はうちの予備校の方で謝罪の気持ちを表すためにもしっかりやりたいなと思います、うん、応援していきたいなと思います。ありがとうございます。ぜひぜひぜひ送ってください。あ、はい、いつでも待っておりますので。あ、わかりました。じゃあ、はい、点数発表していきたいと思います。実際どうでした、共通テスト難しかったですか。あ、もうかなり難しかったです。特に数学をやってる時に、はい、まあ、もうこれもう一年浪人しないといけないんだなみたいな、あ、もう結構絶望を感じました。そうですね、はい、特にね、1位が難しかったからですね。そうですね、はい、もう文章量がすごいあって、浪人覚悟しました。読まなきゃいけなかったですもんね、はい、たくさん。名古屋市立大と一応岐阜大も考えてはい、ことなんで、結構なんで数 1A2B、ね、数 1A しか必要ないのに名古屋市立大になんで数 2B も受けてるんだっていうのとか結構来てたんですけど、岐阜大の方も考えていましたんで、だから数 2B も勉強してたってことなんで、じゃあそれぞれ、はい、発表していきたいと思います。じゃあまず英語からいきましょうか。英語リーディング、はい、83点です。おお、すごい、はい、これなんかね、大変じゃなかったですか、ね、情報処理とか。あ、もう大変でした、うん、最初メールじゃなかったじゃないですか。はいはい、そうですね、変わってましたよね、テキストメッセージじゃなかったんで、はい、ポルトガル語じゃないですか。はいはい、なんかね、フルーツのねちょっとパニックになったんですけど、はいはい、まあでも読み取れたの、うん、いや、よかったです、よかったです。イギリス英語とかなんか入れてきて、はいはい、すごいですね、本当に、うん、よかったよかった。リスニングが僕すごく気になってました。リスニングは点数は、じゃあリスニングは79点です。お、なるほど、まあ、耐えましたね、耐えましたね、なんとか本当に、いや、動画の時では、ね、森田先生の英語が聞こえなかったっていうのはあるんですけど、やっぱり僕も志願者として令和のトラであの席に座ったことがあるんですよ、うん、すごい緊張しますから、飛ぶなっていうのは分かるんで、
でもね、これだけちゃんと点数取れて平均点が今回61ということなんで、うん、まあ、これ河合塾の共通点で61だから、まあ、よく取れてますよね。良、はい、かったと思います。あれやっぱ後半大変でしたもんね。もう大変でした。5、6ね。あ、最初で取れれば結構65点とか、うんうんうん、はいはい、うん、最初でまず耐えて、でその後諦めてはないんですけど、うん、聞けるところはちゃんと聞いて点数にしたんで、うん、じゃあ次数 1A ですね。はい、一番大変だったんですね。点数は何点でしたでしょうか。55点、うん、おー、なるほど、よくできてると思います。まあ耐えたと思います。平均低いですから、ね、まあ、40ぐらいなんで。そうですね、はい、プラス15だったら平均値60ぐらいはあるのかな。58ぐらい、9ですね。はい、分かりました。耐えたと思いますね、はい、で 2B が、今回点数が何点でしたか。65点です、うん、これも、ね、よく取れてますね。平均低かったですからね、うん、45点未満ぐらいだったと思うので、はい、いいと思います、はいはい、じゃあちょっと続々いきましょう。じゃあ国語全体で何点でしたか。146です。おお、7割3分、はいはいはい、はい、これ内訳は現代文は76、で古文が36。お、古文36、それはすごい、すごい、すごい、もう次第でも戦えるぐらいの、ね、体力ありますね。漢文は34です。34、なるほど、平均が110ちょっとなんで、うん、まあ全体としてもいいんじゃないでしょうか。順番どうやって解きましょう。漢文、古文、現代文。あ、そういう順番なんだ、はい、古文は難しかったですか。やっぱり難しかった。やっぱり水って聞きましたかね、いろいろ。僕も森哲先生のチャンネルで知りました。現代文もね、ジジイとか出てきたりとか出てきます。なんか豚とか、そうそう、なんかね、そういうみたいな内容でしたけど、いやいやいや、うん、それ7割取れてる、素晴らしいですね。本当によく頑張ったと思います、うん、物理基礎、化学基礎はそれぞれ点数何点でしたか。物理基礎は40点で、うんうん、化学基礎が36です。おお、なるほど、8割と7割だ、うん、そうですね、まあ、平均点大幅に超えてますね。もともと理系でしたもんね。あ、そうです、うん、やっぱりこう基礎だと、ね、結構対応しやすいところもありますので、よかった、うん、化学の方がまあ難しい、あんたって難しかった、うん、そうですね、平均難しいね。物理はなんか文章量がやっぱ結構あって、うんうん、演劇のなんか題材かなんかの感じで、うんうん、何言ってんだこいつってなったんですけど、うんうん、藤川さんもそんな汚い言葉は吐くんやばい。平均点の傾斜と同じぐらいプラスオンされてる感じなんで、うん、素晴らしいですね、はい、であと地理が何点でしたか。76点です。うん、おー、なるほど。でも地理はどうでしたか、解いてみた感触として。個人的な感想では、うん、簡単ではありました。あ、うん、そうね、なんか塾の速報ではなんかやや難関みたいな感じになってたんですけど、うん、はいはい、なんかでも個人的には簡単でした。うん、これ点数としては想定してるぐらいの点数でしたか。いや、8割も、あ、もっと欲しかった、欲しかった、うん、まあ、四捨五入したら8割だからっていうような、うん、それなんです、受験ではないです。でもまあ、耐えたんじゃないですかね、まあ、平均点が 59.8 って書いてあるんで、うん、ちゃんと超えてきてるんで、いいと思います。最後、原社ですね。はい、原社は何点でしたか。80です。おお、いいですね、原社の方が良かった、うん、原社は平均点的には61点なんで、プラス20点近く上げているわけですけど、はい、感想はどうでしたか。地理より難しかったんですよ、なんか、うん、そうなんですか。もうちょっと低いなって思ってたら結構取れてたみたいな感じだったんで、うんうん、原社が使える。あ、使います。じゃあ、はい、まあ、ちょっとね、リスニングは変換されるからちょっとややこしいですよね、うん、リーディングが8割でリスニングが2割、2割ですね、はい、変換されるのでちょっと面倒なんですが、判定を、はいはい、名古屋中西大学の人文社会学部国際文化の判定は何でしたか。B 判定です。おお、よかったじゃないですか。すごい、はいはい、これボーダーからプラス11って書いてあるんで、うんうんうん、まあ、もうセンターは強手をね、うん、十分クリアして、クリアですね、あと二次試験、うん、はい、頑張ればいけますね。もう僕らの添削にかかってるんでお願いします。プレッシャーを、まあ、本当にもう償う意味も込めて、まあ、償うだけじゃないですけどね、今成功してほしいと思って。そうですね、本当に受かってほしいっていうのがね、はい、やっていきたいなと思います、うん、で、まあ、一応岐阜大ですね、岐阜大学の教育学部英語の判定は A 判定。おお、 A、 すごいすごいじゃないですか。狙った通りね、はい、第一志望は名古屋市立、第二志望岐阜、うん、岐阜は A 判定。名古屋地図も本当は A 判定行きたかったけどね、まあ、でも B でも十分だと思いますよ、うん、ね、はい、うん、素晴らしい。次第は全然受けない、まあ、次第は岐阜聖徳。あ、そうか、岐阜聖徳、岐阜聖徳、岐阜聖徳、まあ、あれか奨学金狙いですよね、はい、ね、
なんかマー中教とか言ってませんでしたっけ。あ、中央と立教教かなって。あ、それは一般受験で。はい、ね、なるほど。じゃあ関東に行ってこっちで受けられる。あ、中央だけはこっちで、立教が東京かな。あ、東京で受けに行くね。なるほど、なるほど、なるほど。この過去問はちょっと寝といて、形式慣れたりね、うん、長文とか現代文、古文は少し対策した方がいいかもしれない、ね、立教は英語ないですもんね、うん、そういった形で、はい、今後またぜひぜひ合格してもらえればと思いますんで、はい、お願いします、はい。で、まあ、この動画を見てね、批判もなくなると思いますけども、また何か困ったらいつでも LINE 電話ください、うん、はい、ありがとうございます。添削はいつでも待ってますんで、あ、はい、お願いします。ぜひください。あの、ぜひね、見ていただいてビシビシ鍛えていただくのが僕も嬉しいんで、よろしくお願いします。どれだけできるようになったとかっていうのもね、もしかしたら動画でね、うん、そうですね、本当に真面目にコツコツねやられるんで、うん、どんどん多分添削レベルが伸びると思うんで、うん、よろしくお願いします。はい、じゃあ改めまして、藤川さんの受験成功を心に願っています。これからも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。じゃあ今日は以上です。はい、ありがとうございました。